顔だけ出してくださいご来場のファンの皆様、ルーキーはチェックされていますか。ただいまのレースで見事に障害200勝を達成されました熊澤茂文騎手です。どうぞ盛大に拍手をお迎えください。はじめに JRA 中京競馬場より記念金を贈呈いたします。おめでとうございます。さあ、それでは、熊沢ジョッキーにお話をお伺いしていきたいと思います。マークお持ちですか。はい、まずは改めて、200勝おめでとうございます。あ、どうも、ありがとうございます。まあ、この200勝達成されたお気持ちお聞かせください。そうですね、まあ、とにかく嬉しい一言ですけどね。でもとにかくご自身一つ一つが大事だと思っているので、その次の金が今日の数字になったと思います。さあ、そして地元での達成ですね。そうですね、大勢お知り合いの方も来てるんじゃないですか。はい、知ってる方が、ね、あります、はい、さあ、そして、ね、この馬ステイゴールド産駒、熊沢ジョッキーにとりましてはゆかりのある血統での達成ですね。いかがですか。そうですね、本当に、まあ縁を感じるというかね、本当に大事にしていきたいなと思っているので。さあ、30年騎乗されて障害、平地両方乗り続けて、やはり、まあ、体調、体にも負担多いと思うんですが、そういったものを維持するため普段から何か気にされていることあったら教えてください。特にこれってことはしてないんですけどね。そう、アルコールで消毒してるんでまさに鉄人ですね。それから後ろの障害にね、普段乗ってらっしゃるジョッキーの皆さんみんな揃ってくださいました。まあ、これ熊沢ジョッキーのお人柄もゆえんという感じですね本当にありがたいですね。はい、これからもまだね、若い子たちとまだまだ障害レースに盛り上げていきたいと思います。それと同時に熊沢ジョッキー通算1000勝というのが決まってますね。そうですね、もうこれ障害も入ってるんで、ね、ちょっとインチキじゃないかってそんなことあったりまあ、はい、なんか僕よくなる数字があるというのはすごく張り合いがあります。さあ、それでは最後、ご来場のファンの皆様に熊沢ジョッキーからご挨拶一言お願いします。今日はどうもありがとうございました。これからもまだまだね、長いこと続けていきたいと思いますので、本当に死ぬまでジョッキーでいるつもりでいるので、また応援してください。おめでとうございました。熊沢ジョッキーもう一度